皆様おはようございます。開始いたします。定期的な新型コロナウイルスに対する日本政府の対策ブリーフィングです。小野光子と申します。外務省外務副報道官です。いつもの通りライブストリーミングをしていまして、オンライン参加者で登録をされたメディアからもご質問をいただきます。すべてのブリーフィング資料は配布提供をしています。リモートご参加の記者で受け取っていない方は外務省国際報道課にメールで連絡をお願いします。ブリーファーを紹介いたします。私の隣です、梅田博史厚生労働省結核感染症科感染症情報管理室長。その隣です、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室内閣審議官渡辺昌司。その隣です、北浦康平外務省領事局外国人課長です。その隣です、出入国在留管理庁出入国管理部付き又野誠二。以上ブリーファーでした。まず冒頭発言です。厚生労働省の梅田でございます。まず私の方からですね、直近の感染状況についてご紹介させていただきたいと思っております。接客を伴う飲食店などハイリスクの場における積極的な対応でありますとか、都道府県による自粛要請への協力、市民の行動変容の影響などもあってですね、新規の感染者数は8月第1週をピークとして全国的に減少に転じてきております。ただ直近になりましてその傾向に鈍化が見られるということでもございます。8月最終週以降ですね、複数の自治体において新規感染者数の減少が止まってしまうという動きでありますとか、一部増加に転じるような動きもあると、こうした動きがですね、全国的な感染拡大につながることのないよう、警戒を続けていく必要があるというふうに考えているところでございます。簡単でございますけれども、直近の足元における感染状況についてご紹介させていただきました。はい、感染状況につきましてはただいま厚生労働省様からご説明があった通りでございます。私内閣官房の渡辺でございます。私の方からはですね、イベント制限とかですね、GoTo キャンペーン等につきまして簡単にご説明をしたいと思います。まず経済の状況なんですけれども、4月5月の緊急事態宣言の下での状況からですね、引き続き感染動向の影響を受けながら、ではありますけれども回復の動きが続いているというふうに考えております。引き続き感染防止対策を徹底してさまざまな経済社会活動との両立を可能としていく、いわゆる新たな日常を確立することで経済を成長軌道に戻していくことが必要だというふうに考えております。このような状況に鑑みまして、イベント制限、イベント開催制限につきましては、今お手元にですね、こういうパワーポイント1枚お配りしておりますでしょうかね。これまで人数上限がですね、5000人ということ で収容率は50%ということで、この、どちらかのこう低い方をですね、上限とするというふうにしておりましたけれども、当面11月末までの措置として、上限を緩和することといたしました。感染防止策の徹底を前提にですね、
人数上限をなくしまして、収容率 50% の上限のみということにいたしまして、まあ、5000人までの定員であれば、まあ、大声での歓声とか声援とかそういうのがないことを前提としてですね、前提とし得るまあ、クラシック音楽コンサートとか、あるいは演劇等についてはですね、収容率を 100% まで認めるということにしております。またGoTo キャンペーンにつきましても、まあ、もちろん感染防止策を徹底した上で、まず一つはGoTo トラベルにつきましては、まあ、この10月1日、まあ、明日から東京を、まあ、東京発着のですね、あるいは東京都内の、旅行を対象に加えるということにいたします。また2番目としましては、GoTo イートでございますけれども、GoTo イートにつきましては、オンライン飲食予約、オンラインの予約につきましては、明日10月1日以降から、食事券につきましては10月の上旬から、開始したいというふうに考えております。また3番目としまして、GoTo イベント、それから GoTo 商店街というものがございますけれども、これにつきましては10月中旬以降に開始すべく準備を進めてまいります。で、4月5月の感染拡大の際にはですね、まあ、緊急事態宣言を行いまして、経済社会活動の幅広い自粛をお願いしまして、感染拡大を収束させたということであります。で、他方でその7月8月の感染拡大の際には、まあ、感染対策 その、まあ、急所でもあります繁華街で、PCR 検査をですね、重点的に行いまして、また休業や営業時間の短縮等を要請しましてですね、まあ、いわゆるその焦点を絞った対策を講じることで、全国の感染者数を減らすことが、減少傾向になっているというふうに考えております。まあ、こういった2度の経験を踏まえまして、まあ、データの分析をですね、しっかり行いまして、まあ、感染防止対策をですね、まあ、この焦点を絞ったより実効性のあるものにですね、進化をさせていくということが必要なんではないかというふうに思います。まあ、またどういう波がですね、次に来るか分かりませんので、このデータをしっかり分析して次の対策をですね、検討していくということだというふうに考えております。まあ、それによって感染防止策と経済社会活動の両立というのを図っていきたいというふうに考えております。また最後にもう一点だけ追加をさせていただきますと、まあ、こういった経済活動との両立を図るという意味では、私どもとしてはそのデジタルトランスフォーメーション、デジタル化というのが必要だというふうに考えております。このデジタル化を含むこの新しい技術とか、イノベーションというのが大変重要でありまして、これはまあ、関係府省の協力を得て、産学官も協力をしていただいてですね、まあ、新しいこのコロナのこのコロナウイルス対策にですね、役立つような新しい技術をですね、政府としてもしっかりこう PR をしてですね、まあ、今どうしても展示会とかエキスポとかこうフェアができない状態が続いているわけです。やりにくい状態が続いているわけですけれども、そういう中でも政府としてもしっかりその PR を応援をしていきたいというふうに思っておりますし、またそういう新しい技術をですね、まあ、イベント会場等で使うことによって、このイベント制限の合理化につなげることができるのではないかというふうに思っておりまして、そういう実証試験にもですね、ぜひ取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。私の方からは以上でございます。の方から国際的な人の往来の再開についてご紹介をさせていただきます。まず新規入国許可対象の拡大でございます。感染状況の落ち着いている国、地域との間で開始しているレジデンストラックについて、10月1日からビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可するということです。さらに、10月の1日から原則としてすべての国、地域の上記と同様の対象者について順次新規入国を許可し、
防疫措置を確約できる受け入れ企業団体がいることを条件とします。ただし入国者数は限定的な範囲にとどめるということです。2つ目でございますが、実施中の水際対策につきまして、第42回新型コロナウイルス感染症対策本部において当分の間実施することとした水際対策の措置のうち、航空機の到着空港の限定の措置については、各空港における入国時の検査能力の確保等の状況を踏まえ順次緩和を検討することとし、当該緩和は検査能力の確保等の条件が整った空港から実施することとするということが決定をされております。ブリーファーの皆さん、ありがとうございました。ここから質問をお受けいたします。まずは会場にいらっしゃる記者から。私がお呼びいたしましたら、質問の前にお名前、ご所属をお願いいたします。ご質問がある方はどうぞ。フランクフルター・アルゲマーネ・ザイトゥング、パトリック・ウェルターと申します。入管の制限といいますか、往来の規制の緩和についてです。もう少し詳しくお願いをいたします。どのような人が来月10月1日から入国を新規で許可されるのか、しかし入国可能な人数に制限があると言われていますので、最初の数週間はどのぐらいの上限でありまして、その外国人の上限の人数については過去数ヶ月の間入国が可能だった人に比べてどのぐらい多いのか少ないのか。入管庁の又野です。今回の10月1日からの人の往来の再開の措置について改めて、ご説明いたします。大きく2つございます。1つ目は、感染状況の落ち着いている国との間で2国間で協議の上開始しているレジデンストラックという枠組みがございますが、この対象となる在留資格はこれまでそのビジネス上の一部の在留資格に制限されておりました。これを10月1日からそのビジネスに関する在留資格だけではなくて、留学ですとか家族滞在ですとか、基本的にその観光、短期滞在の観光の方以外の在留資格の方については対象にして新規の入国を認めていくというものでございます。で、もう1点それに加えまして、全世界、国地域、を対象としまして、同じく、その短期滞在観光ではない、ビジネス上の方も留学の方も家族滞在の方も含めて、新規入国を許可していくというものです。で、ただこの際はですね、防疫措置を確約できる受け入れ企業団体がいることを条件としていますので、その受け入れ企業団体にその防疫措置を確約してもらう制約をしていただくことになろうかと思います。で、人数の制限というご質問がございました。これは現在その空港での検疫の体制に応じて、まあ当然その検疫が対応しきれない分については対応が難しいことになりますので、まあそれを見ながら対応していくことになろうかと思います。で、ここ最近の入国者数ですけれども、外国人の方については1日1000人を割る程度の状況が続いております。それに加えて日本人の帰国者、これも検疫
で検査を受ける対象になる方はいらっしゃいますけれども、あと、まあ、これを含めても、まあ、現在その検疫の検査の対応が可能な範囲で推移している状況でございます。厚生労働省でございますが、今のお話に少し付け加えさせていただきたいと思います。空港検疫についての話がございました。今唾液検体による抗原定量検査、唾液を使って患者さんの患者さんといいますか、その検体を供与する方の負担も少なくて済むわけですけれども、そういう唾液の検体を使った抗原の定量検査、これを空港の方で導入いたしまして、検査の迅速化、それからそうすることによって待ち時間の短縮につながるわけであります。最短5時間程度か、おおむね1かかってたものがですね、おおむね 1時間か3時間ぐらいに短縮されるわけですけども、こういった検査の短縮を実現しております。また抗原定量検査機器の設置でありますとか、その検査ブースの拡充、検査待機場所、そういった場所の確保ですね、こういったことを進めまして、今月中にはですね、もう、今日中ですけども、1万人を超えるですね、検査能力を確保することで、見込んでおります。その予定になっているということであります。今後もですね、3空港、これは東京、成田、関西空港で整備をまず始めておりますけれども、その3空港でのさらなる検査の拡充およびその他の空港においても体制整備を行っていく予定にしておりまして、中長期的にはオリパラでありますとか、あるいはさらにインバウンドの対応を見据えて、その検討整備をしていくという予定にしてございます。再びパトリック・ウェルターですが、現在検査能力は1万人1日あたりというお話がありましたが、年末にはどのぐらいの能力に拡大するのでしょうか。それから2番目に、入国はやはり検査能力によって制限されるということでありますが、制度をどのように管理するんでしょうか。例えば1万2000人の入国希望者が行った場合には、1万人しか検査体制がないということでしたらば、例えば日本人を優先するとか、どのように管理をされるのでしょうか。はい、ありがとうございます。まず検査の能力について今後の見通しということで申し上げるとですね、先ほども申し上げましたが、現在、1万人強の検査能力を確保すると確保しているということでありまして、今後もその需要等を見込んでですね、その対応していくということでありますが、急にそれが1日10万件とかっていうことはなかなかその実行上難しいわけでありまして、そこは徐々に増やしていくことによって、確実に検査をして水際対策を行っていくということも重要ですので、そういったニーズと、その検査整備の体制作り、そういったことを踏まえて今後も整備をしていく予定にしています。ただ年末まで何人までというのはですね、これは今後のそういったそのニーズにもよりますので、現時点において具体的な数値ということは示してはございません。Any more questions from the... 他にご質問いかがでしょうか。すいません、マイクにお話しください。マイクにお話しください。通訳に音声が届きません。2番目の質問ですけれども、どのように管理をなさるんでしょうか。入国を希望している人たちで1万人が上限ということで、1万2000人1日あたり入国したいという場合には、どのように管理をなさるのでしょうか。ご質問どうもありがとうございました。で、年末までに
基本的には今その検査能力が1万人ということでございまして、先ほど入管庁からもご説明があったように、今のところ外国人の方の入国は1000名弱ということでございますので、実際にその入国者の数がこの検査能力を上回るというような状況には今なっておりませんので、そういった仮定のご質問については今現在現時点でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。ただ実際にその検査能力をオーバーする外国人の方がいらっしゃる際には何らかの措置を検討させていただくことになるかと思います。ありがとうございました。ロイターズのロッキー・スウヒトです。米国は今後緊急承認をして、コロナ関連のワクチンに関して緊急措置を検討しているということですけれど、日本のポジションはどのようなものでしょうか。最初のワクチンが入手できるのが年末また来年の初め頃ということですけれども、もしそうであるんでしたらば、日本の認証承認はの体制はどうなって、同じように加速することはできるのでしょうか。厚労省国際課でございます。他国の承認状況について厚労省の方からですねコメントをすることは差し控えたいと思います。厚労省の方でも、現在ですね開発が進められているワクチンについて契約に向けた準備を進めているところでございますけれども、承認審査についてはですね、いずれにせよデータと最新の科学的な知見に基づいて、安全性と有効性を、しっかり確認して対応していきたいと思っています。以上です。That was Mr. 田口様でした。厚労省の協力室長の田口和穂でした。他にご質問フラーからいますでしょうか。ピーター・ランダースです。ウォール・ストリート・ジャーナルズからです。現在の状況についてのお伺いですけれども、再入国、外国人の帰国者、現在は完全にオープンなんでしょうか。外国人で再入国、現在の状況がわからないの説明をお願いできますでしょうか。2番目の質問ですけれども、国のリストで現在交渉中のリストがあると思います。ビジネスマンの入国に関して、例えば米国やヨーロッパの諸国がまだそのリストに載っていないということですけれども、どこかの段階でそれらの国をリストに追加するというご予定でしょうか。1点目の再入国の点についてお答えします。在留資格をお持ちの方の再入国については、今年の9月1日以降すべての方について、再入国を認める、措置を取っております。その際、事前に、出国前に、コロナウイルスの検査を受けていただいて、入国時にも当然検疫の検査を受けていただいて、その後検疫の要請に従っていただいて、14日間の自宅等待機、公共交通機関の不使用等に従っていただくと、そういった条件で入国を認めている状況でございます。2点目のご質問につきましては、現在レジデンストラック、ビジネストラックということで、我々はタイ、ベトナム、カンボジア、台湾、マレーシア、ミャンマー、ラオス、シンガポール、ブルネイの9カ国地域との間で運用を開始、または開始に合意をしております。豪州、ニュージーランド、韓国、中国、香港、マカオ、
モンゴルの7カ国地域との間で今交渉を進めている状況にございます。でおっしゃられました通り、今のところアメリカ、欧州諸国はリストには掲載されておりませんが、先ほど私の方からご説明を差し上げました。すべての国地域の、ビジネストラック、レジデンストラックと同様の対象者について、新規入国を許可させていただくという措置を10月の1日から講じておりますので、アメリカの方、その欧州諸国の方におかれましても、日本に新規に入国していただくことは可能となっております。以上です。 So, any more questions from the floor? 他にご質問ありますでしょうか。でなければオンラインのビューアーからのご質問を受けたいと思います。また閉会の前にまた再びフロアからのご質問を募るかもしれません。で実際関連の質問をオンラインのビューアーからいただいております。一つずつ挙げたいと思います。二つの質問を仮に西村さんからいただいております。ラジオフランスの方です。その二つの質問を読み上げたいと思います。まず最初の質問、発表によりますと外国国籍で長期の詐称を持っている人たちは10月1日から入国が可能、1日あたり1000人というふうような発表がありました。教えていただきたいのはどのような形でその人たちは選択されるのでしょうか。優先順位、在留資格、またコロナの状況がもともとの出国の国の状況によるのでしょうか。どのような基準で選定されるんでしょうか。2番目の質問です。あるビジネスマン、例えばフランスからまた他の国でもいいんですが、そのビジネスマンが10月に入国が許可されて、その人の家族も入国は同時に許可されるのでしょうか。在留資格が違ったとしてもまた違う日にちでも入国は可能でしょうか。一つ目のご質問に対してお答えを差し上げたいと思います。先ほども厚生労働省入管庁の方からご説明がございましたが、今空港の検疫能力というのは1日1万人、そして現在入国されている外国人の方の数は1000名ということでございますので、この新しい措置を講じた際にどの程度の外国人の方々が入国されるのかという状況を見極めながらいろいろと考えていきたいと思っております。したがって今現時点において特段の基準を設けているわけではございません。2点目の質問についてお答えします。ビジネス用の在留資格をお持ちの方とその家族の方の入国については手続きさえ同様に取っていただければ同じタイミングで入国することは可能です。でもちろんタイミングが異なっていてもきちんと手続きさえ踏んでいただければ別のタイミングで入国することも可能です。以上です。Okay, we have, 関連質問をジェイク・スターマー、オーストラリアの ABC ニュースからの方からの質問ですが、そのご質問は観光業の時間枠についてであります。いつ観光は再開するんでしょうか。コロナが収まっている国からの観光者をスキーのシーズンに間に合うような形での再開って可能でしょうか。またの、はい、これまでも、政府全体で、各国の感染状況、国内外の感染状況等を検討した上で、
再入国を認めるですとか、今回の新規の入国を認める等の措置を取ってまいりました。観光客の入国については、現時点で決まったことはございません。今後も引き続き、国内外の感染状況等を見ながら、政府全体で、その緩和ができるのか等について検討してまいりたいと思っております。以上です。 Thank you very much. ありがとうございます。2つの質問をニューヨークタイムズの元子リッチさんからいただいております。次のような質問です。デジタルトランスフォーメーションの試みに関してどのぐらいの注力が自宅勤務を定期的に行うということに向けられるのでしょうか。デジタル化についてお話をなさりました。大きなフェア、博覧会、エクスポもですけれども、やはり多くの人にとって定期的に自宅から勤務できる仕事をできるという意味合いは職場環境を改善するという意味でより大きな意味合いを持っていると思います。そこに力点を置かれるのでしょうか。2番目の質問もいただいております。どのような準備を今なさったでしょうか。やはりインフルエンザの季節になり、やはり冬になりますと室内で多くの人たちが時間を過ごす、そうしますと食事、また社会的に社交的に他の人と外部で会うということは難しくなると思うんですけど、どのような対応をお考えでしょうか。はい、それではお答えをいたします。一つ目につきましては、今こうイベントの開催とかがですね、なかなかこうリアルに開催をできない状況になっておりますが、私どもとしましては感染防止対策をしっかり取った上で、やはり人が実際に会うということはとても重要なことだと思いますので、あるいは実際に物を見るということはとても重要なことだと思いますので、できる限りそのリアルな開催というのもですね、進めていきたいというふうに考えております。ただご質問にございましたように、サイバーというか、要は遠隔からですね、リモートでその参加をするとかですね、イベントもその、ネット上のウェブ上のイベントというのもですね、これはこれでまた利点もありますし、便利なところもございますので、それも合わせてむしろ今までよりも積極的にですね、そういうものも推進していきたいということでございます。これは関係省庁一丸となって進めていくと、そういう事業をスタートしたいというふうに、そういう政策をスタートしたいというふうに考えております。またテレワーク、在宅ワークですけれども、これを進めることは、例えば日本の場合朝の通勤ラッシュとか非常に激しいわけですけれども、例えばそれを緩和したりですね、そういうことにもつながりますし、もちろん仕事の効率の向上とかですね、生産性の向上にもつながりますので、テレワークにつきましてもですね、これまで以上に政府から関係各所にお願いをするなど、あるいはもちろん政府の方もですね、一丸となってですね、進めていくということでございます。したがってそこには大変強い力点を置いているということでございます。から2つ目のご質問ですけど、ちょっとインフルエンザとの同時流行等につきまして、厚生労働省さんの方からご説明があるかもしれませんけど、私の方から一言申し上げておきますと、家で食事をする場合とか外で食事をする場合、これインフルエンザがこう流行る前の、今の段階でもそうなんですけれども、やはりこう3密を避けるとかですね、手洗いとか清掃とかですね、それから最近ではですね、やはり大声で大きな声で近くで大声で長い時間叫ぶというのが、こういうのが大変こう感染に影響があるのではないかというふうに言われておりまして、これは室内でも外においてもですね、そういうことを守っていただければというふうに思っております。そういうことによって、できる限りですね、強烈なというか厳しいそういう、自粛のようなことをですね、できる限りしない形で進めていければというふうに考えているところでございます。はい、厚生労働省でございます。インフルエンザの流行時の、
医療体制についてご説明させていただきますと、ご案内のとおりインフルエンザ日本においてはですね、その冬シーズンに流行するということでありまして、特にピークはですね、年末から年明け1月2月頃が例年ピークを迎えることが多くて、年によって違いますけども、そういう流行をすると。で現状において世界的に季節性インフルエンザの流行がまだあまりないということではありますけども、今後も日本においてそういう季節性インフルエンザが流行らなければいいんですけども、そう楽観的にも考えているわけにはいけませんので、例年通り流行するとしてですね、その時に新型コロナとの医療提供体制をどのように確保していくかということがこれまでも議論して検討されてきたわけでありまして、臨床症状からはですね、その季節性インフルエンザ呼吸器症状で、新型コロナによる症状とほとんど見分けがつかないということもありますので、その医療提供体制をどのようにするかというのが新型コロナを感染させないと、感染を流行させないために重要なわけであります。で、そこでこれまでは新型コロナウイルス、新型コロナ感染症の、を受診する機関としてはですね、なるべくその集約する方向で対応してまいりましたけれども、インフルエンザの流行というのは、通常そのかかりつけ医にかかるということが多いものですから、そういったその数、流行時の対応がですね、その集中した医療機関では対応できないということもございますので、まずその医療提供体制としては、患者がですね、これまでの発熱患者が、これまでの相談センターに行って、新型コロナかどうかというのを確認するということでやってまいりましたけども、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関に相談する、あるいは受診をしていく、そういう仕組みをですね、10月中に整備をするということで、整備をしています。その際に、かかりつけ医で検査をして、その新型コロナであるかインフルエンザであるかということを区別する必要がありますので、その体制整備のために、検査についてもですね、抗原の検査キットを、そのかかりつけ医で、採用して検査をするという体制作りとして、1日約20万件のキットを使って検査ができるような体制作りを今やっているということでございます。Thank you very much. ありがとうございます。3つの質問を AP の山口真理さんからもらっております。日本ではいわゆる第2波といわれる現段階においても、陽性者数、死者数ともに欧米各国に比べて、感染拡大が抑えられていますが、これはどのような対策が効果を上げているとお考えでしょうか。これが第一問です。ごめんなさい、全部言ってしまいますね、すみません。第二問目ですけれども、最近は東京でも連日100人から200人程度の陽性者が出ており、また全国的にも感染者数が下げ止まっているということで、ですが、その理由は何でしょうか。インフルエンザの季節に向けて具体的にどのような対策が必要でしょうか。これはちょっと若干先ほどと重複しております。それから第3問目ですが、その場合、今まさにこの時期に段階的に国際間の人的往来が増えていくとすれば、留意点はどのようなことになりますでしょうか。以上3点です。よろしくお願いします。はい、
詳しくは厚生労働省さんの方からですね、ご説明があるかもしれませんけれども、この第2波で日本は陽性者数、死者数ともにですね、諸外国に比べて低く抑えられているということなんですけれども、これまでのさまざまなデータを分析して、その理由といいますか、それを分析することが大変重要だというふうに考えています。それによって今後の対策というのもですね、より科学的に考えられるようになるのではないかというふうに思います。で、今のところですね、データから類推されるといいますか、推測される、大きな要因としてはやはりその、マスクの着用とか3密の回避という、そういう、行動様式といいますか、それはやはり非常に大きいんではないかということと、あと、この5月とその7月を比べたときに、大きく変化しているのはPCR の検査の件数でございまして、かつそれはクラスターが発生したその繁華街等で重点的にやっているというところがですね、特に7月8月はそこが大きな4月5月との大きな違いではないかと思っておりまして、現象論的に見てもですね、そういうところが大きく影響しているのではないかというふうに考えております。はい、厚生労働省です。少し付け加えさせていただくとすればですね、対策という意味では、これまでもその発生すればですね、その保健所がその発生した患者に聞き取り調査をはじめ、積極的疫学調査というふうに言いますけども、そういった調査をしてその要因でありますとか再発防止、そういったことについて、調査の上指導を通して対策を講じていくということ、いわゆる、クラスターを封じ込めていくということが、この感染症についてはその感染拡大を防止する上で非常に重要だというのはこれまでの第1波の時でも評価されてございます。それを第2波においても、今般のピークにおいてもですね、徹底をしてやっていっているということが一つ大きなその感染爆発的な感染拡大につながらないつながっていないということが言えようかというふうに思っております。Thank you very much. ありがとうございます。あと3問。サイボン・ジュニアはワシントン・ポストの方ですが、ワクチンについてのご質問をいただいております。最初の質問は、日本の感染者数は相対的に低いということを考えますと、十分の事例があるんでしょうか。外国からのワクチンが有効で安全であるという事例数は十分あるのでしょうか。2番目の質問、数ヶ月かかるんじゃないでしょうか。ワクチンの検査そして承認プロセスに数ヶ月かかるんじゃないでしょうか。3番目の質問、みんなにワクチンを接種する、来年の中頃まで接種できると思うのは現実的なのでしょうか。サイモン・デニアさんからの3問でした。ワクチンに対してのついてのご質問をいただきました厚労省国際課の田口でございます。お答えさせていただきます。8月28日に発表させていただいたコロナウイルス感染症に関する今後の取り組みでもですね、令和3年前半までに全国民に提供できる数量を確保する、することを目指すということでございまして、ワクチンの供給に関する契約の締結を進めています。これまでですね、ファイザー社からは来年の6月までに1億6000万回分、あとイギリスのアストラゼネカからはですね、来年の初頭から1億2000万回分、うち来年の3月までに3000万回分という内容で
基本合意に至っております。また米国のですね、モデルナ社についても武田薬品とによる国内での販売流通のもとにですね、来年上上半期から4000万回分以上の供給を受けることを前提に交渉を進めているということでございます。いずれにせよですね、ワクチンの承認に関しては、先ほど申し上げたとおりに従来から日本で行っているように、治験等のデータとですね、最新の科学的な治験に基づいて有効性、本当に効くのかというのと安全性、安全なのかということを確認した上で承認をしてきております。こうした考えに基づいてですね、この新型コロナウイルスに関するワクチンについても承認のプロセスを経ることが想定されると思います。ただ具体的な審査の期間とかいうことはまだ開発成功したというワクチンもない状況ですので、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思います。以上です。厚生労働省梅田です。付け加えて申し上げるとすればですね、その最後のご質問の中でその実際に、その有効なワクチンの開発がですね、現実的なものかというご質問で、これは極めて難しい問題だと思います。今ご説明させていただいたようにですね、まだ、その安全性、また有効性というものについて十分な評価はされておりません。で報道によってですね、ワクチンが万能でですね、ワクチンさえできればもうこの新型コロナは克服できるというような、受け止め方をされることもありますけれども、決してワクチンだけ開発すればですね、この新型コロナウイルスに打ち勝てるかどうかって、それすら分からないということでありますし、ワクチン自体ですね、有効性もあれば一方で負の副作用というものも十分考えていかないといけないということでありますので、そういう意味においてなかなかその現時点においてその現実的に有効かどうかもですね、確信を持って言うことはですね、難しいということで、ぜひ皆様方にもですね、このワクチンがその報道、基本合意をしたということだけをもってですね、かなり期待感が高まっている向きもありますけれども、やはりそこは慎重にですね、副作用等も見ながらしっかりと評価をする必要があるというのが我々のスタンスでございます。Thank you. ありがとうございます。ご質問をオンラインのビューアーからはすべてもう読み上げたと思います。今いただいた情報によりますと、このブリーフィングの冒頭で音質の問題があったそうで、スタッフを代表してご迷惑をおかけしたことをお詫びしたいと思います。ご質問をフロアからいかがでしょうか。ありがとうございます。ロイタースのロッキー・イスウィストです。数週間前にある調査を厚労省から出たと思うんですけど、データシステムとして歯の歯のシステムですけれども、医療機関の4割がこのシステムを使っていると、いろいろと分類がありすぎる、また情報が書面ベースのシステムと重複があると、でその4割という数字はちょっと低いと思うんですけれども、その 40% の数字についてコメントをお願いますでしょうか。また連携協力参加率をどのように改善できるか、何か措置をお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。ご質問についてはハーシスのことでございました。これは患者情報を一元的にシステムによって把握分析、そして
発信に使うためのシステムであります。で調査の結果ですね、ご指摘のように医療機関からの入力がまだ4割程度であるということが分かりました。これは以前はですね、別のシステムがあったんですけど、ネシットという別のシステム、既存のシステムがあったんですけれども、このネシットを使ったその感染者の情報、まず医者が感染者を診断すればですね、届け出なきゃいけないと、その届け出がですね、従来はそのファックスである、ファックスで保健所に届け出をしていたということで、システム化され、その部分はシステム化されていなかったと。で、保健所がそのネシットという既存のシステムに入力をして届け出をするということで、 100% 従前は保健所が入力をしていて、医療機関からハーシス、ネシット入力はゼロであったということなんですね。で、新型コロナが発生して、その患者情報が迅速に、把握することが困難になったということで、このハーシスを立ち上げたということでありまして、現時点において4割ということで、まだまだその私どもも 100% を目指してですね、この改善をしていくということで、今でもそのハーシスの医療機関での入力について、どういう問題があって、その解決のためにどういう対応が考えられるかといったことをですね、ワーキンググループで専門家関係者集まっていただいて、いろいろ議論してまいりました。この一環でその調査も行ったわけであります。で、また改善に向けてはですね、入力をなるべく負担のない形でしていただけるようにですね、その今その報道にもありましたように、入力する項目が多いということも現場からの声として聞いておりますので、そこの一時的にまず、初めに入力していただく項目を絞るとかですね、でその後追加的な項目を入力していただくとか、そういう、形での入力の省力化でありますとか、それから、将来的にこれはどういう形で実現するかではありますけども、今、それぞれの医療機関でもですね、電子カルテに電子カルテ化されていたりですね、システムを使ってカルテを入力したりということで、都道府県であったり、あるいは医療機関ごとにですね、そういったシステムがあるところもありますので、そういったシステムをうまく連携させることによって、情報を 入手するとかですね、そういった工夫を今、検討しているのと、それから現場で入力する際にもう少しこの入力しやすいように改善をいろんな要望として聞いてますので、そういった改善については、これまでも順次やってまいってますけども、今後もやって、引き続きやっていくというような、こういったあらゆる方法を使ってですね、その入力していただけるように、取り組んでまいりたいというふうに思っております。ハチュークフランクフルト・アーゲマイナのパトリック・ウェルターです。2つの質問があります。まず来年のオリンピック大会ですけれども、もうすでに決定は具体的に下されるでしょうか。入管手続き、水際対策、その選手のみならず交換やビューアーに関してはどうなさるんでしょうか。また感染者数、死亡者数を日本で見ますと、1日あたりの感染者数は下がってはいるものの、合計で見ますとまだ収まっているという状況ではないと思います。死亡率はむしろ上がっているという状況ですけれども、他の国と比較いたしますと、今年の夏の第2波、例えば韓国ですけれども、より大きな成功を収めていると思います。新しい感染者数、死亡率を韓国は収まっていると思うんですけれども、日本は韓国に比べて、また他の国に比べて数字が悪くなっているのでしょうか。すみません、まずオリンピック・パラリンピックの件についてお答えをいたします。
具体的なその、選手 の、 出入国の手続き等についてということでございますけれども、まず今月23日にですね、政府 の、 このオリパラ競技大会における、この新型コロナウイルス感染症対策調整会議というのが開かれておりまして、そこでアスリートにかかる対策についてですね、議論をされております。でこの出入国にかかる措置とか、あるいはその検査のあり方につきましてはですね、年内に中間整理をするということでございまして、それに向けて具体的な検討が進められていくというふうになっております。はい、それとですね、そこは追加はございますかね。はい、でそれと2つ目のご質問なんですけれども、まだ収まってないという点につきましては、確かに日本の国内の感染状況を見ますと収まっていると思われる県も都道府県もございますけれども、一部の都道府県についてはまだ横ばいというかですね、少し動向が不透明な部分があると思っておりまして、そういうところをですね、一つ一件一件細かく見ているという状況でございます。付け加えさせていただく致命率、致死率のお話がございましたけれども、全体的に言えばですね、韓国との比較はともかく日本国内で の、 その比較を申し上げればですね、その、5月、初め の、 その一波といわれるピークの時を過ぎて、5月時点の 5月末までの時点とですね、それから8月30日までの時点で累積でそれぞれ見たところはですね、下がってます。致死率としては半分程度に下がって半分以下に下がっているということでございます。で、それは先ほどにもご質問ありましたけれども、どういう理由かということでもあったんですけれども、やはりそれはいろんな要因があってですね、その治療が経験を積んでですね、うまく、致命させずにですね、延命措置を講じることができるような体制が確立って言いますか、十分、できるようになってきたといったことでありますとか、あるいはそのやはり高齢者自体がですね、その割と、外に移動し 出歩かないというか、気をつけていただいているというようなことで、そもそもその高齢者の感染リスクというものが相対的に下がってきているというようなこともあろうかと思います。それから、検査が先ほどございましたように検査ができる、できるようになってですね、早期の探知によって早期の治療につながることで重症者あるいはさらに死亡者を減らしていくと、そういった対策が功を奏しているものだというふうに思っております。フロアから追加質問ありますでしょうか。もし、ないようでしたらば、まとめに入りたいと思いますが、with this